Great job by Layla. Good job, Dom. Designated hitter Derek Hall. Everyone, this is Hayama の簡単カタカナ英会話. This time, I'd like to show you about cute bat dogs. 皆さんこんにちは。Hayama の簡単カタカナ英会話です。今回はアメリカの野球場、ベースボールスタディアムで活躍するバッドドッグ。バッドってバットですね。をこう運んできたりする犬のことをやってみたいと思います。皆さん、バットマンって知ってますよね。バットマンのバットとベースボールのバットは同じスペルで BAT、 同じ発音なんですね。日本語も英語もそうなんですけど、同じ単語で2つの意味を持つ言葉があります。日本でもそうですよね。箸って言ったら箸、食べる時に使うお箸と川にある箸って箸だけど意味が違いますよね。まあそういうものが英語にもあります。で、身近なものから言うと right、 右、 left、 right の right、 これ右という意味と権利という意味があります。法律でも交渉ごとでも right は使えますね。あと続けて言うと race、オリンピックでも競争競技がありましたけど、競争という意味と人種、 racist なんて言うと人種差別の人とかって思われますけど、同じスペルなんですね。 run、 走るっていうのは、経営するっていうのも意味があるんですね。 running business とかっていう意味にもあります。あと free、自由っていうふうに私たち思いがちですけども、無料の意味があります。だからフリーって書いてあったら、これ無料なんだなっていうふうに思ってください。あとは例えば mean、 意味するっていう意味ありますよね。 I mean って意味するっていう意味ありますけれど、 You are mean って言ったら、あなた意地悪ねっていう時に mean って言います。全然意味違いますよね。こういう言葉がいくつもあるので、こんなのもちょっと覚えていただけたらと思います。では動画をご覧ください。 Please watch and enjoy。Some of the people here, they call this place the house that Finn built. Las Vegas Ballpark just won't be the same, as Finn the Bat Dog will be retiring from his job this Friday. He's been a part of Aviators games since 2016, from being that good luck charm for the players to giving fans yet another pooch to root for. I've actually never seen a Bat Dog before, not even on like Instagram or anything. Well, seeing is believing. At first, didn't know what to expect, kind of came out of nowhere. She kind of just showed up one day and she got to work right away, and it was super cool to see. She's clearly not your average dog. Corey the Rocket Dog is in her second year of service with the UC Davis baseball team, and she's responsible for retrieving the bats during games. You know, it was awesome. I mean, who's got a dog in the dugout? I can't think of a team that does that, so. You know, I was really excited to get to know Corey. She's a fan favorite. It gets both sides of the fans involved, along with it's just a good time having her out there. Sean Murphy. アメリカでは
プロ、アマチュア、大学野球に関わらず犬がとても活躍しています。犬が雰囲気を変えてくれたりするんですね。アメリカでも犬はとても愛されています。さてここでちょっと犬についての知恵袋。一番多く犬を飼っている国はどこでしょうか。答えはアルゼンチンです。66% も犬を飼っているそうです。世界一犬好きの国と言われている国はどこでしょうか。答えはチェコ共和国だそうです。犬のための制度がいっぱいあって、犬1匹につき年間3000円の犬税というのが課せられて、集めたお金でワンちゃんの糞の清掃や処理が賄われているそうです。それなので犬が街の中をリードなしで走り回るのも当たり前だそうです。でケージに入らなくても公共交通機関を利用することができるそうです。で驚くことにドイツは犬の殺処分がゼロと言われています。なぜか、殺処分する施設がないということです。でフランスだけではないんですけれども、ヨーロッパではペットショップが禁止されている国があるそうです。ペットショップがあると子供のプレゼントとして飼われた犬とか猫が破棄されることがとても多いので、そういう売買を禁止したということです。ところが変わればということで、その国その国によってワンちゃんの扱いが違うようです。今回は野球のバッドドッグをやりました。 Thank you for watching. I see you later. Bye.